にちは。元プロレスラーの妹のことです。今島根県に住む牛柔道の菊川さんにお邪魔しております。ここには大きいね、大通りのチャレンジメニューがあるということでね、そちらをチャレンジメニューで食べていきたいと思います。はい、じゃあ制限時間60分で、はい、で、あったかいですので、お年まで全部飲んでもらえるようになりますので、はい、はい、すいません。じゃあ始めます。用意、スタート。
Thank you.
見えますか、この想像する汚し方。びっくりしますわ、白着てくるんだって言ってそう思ったけどさ、来たかったかな、ラッキーってなっちゃった。